さあ始まりました「入国再開激増」の「 2022年5月時点の最新動向ですね。世界各国の渡航ルールを短時間で理解してしまうこちらの動画になります。今日の流れはこんな感じでいきます。え皆さんの世界をまたいだ、あの国をまたいだね、あの渡航ルールがあのこれまだどういうふうに変わっていくのか、最新の動向を追ってまいりましょう。まずはワクチン接種を条件にして、開国をしている国が非常に、ね、増えています。一気に増加をしました。ここちらがどのの国なのかを特定してまい 入りましょうそ,し、えー、その上でビザ制限措置ねこれまだあの続いているような国。 あるんですよ他でもなく中国ですとか我々日本の動向がですね気になりますので世界各国の動きを見た上でこれらね我々の国も含めたポジションがどうなっているのかを見てまいりましょうそして動画の最後の方では米国の渡航ルールに一部変更がありますのでこちらの内容の確認とあと今後ですね渡航緩和がどのように行われていくのか特に陰性証明に関するお悩みみたいなところはあのつきませんからこちらについて未来のお話を 話も少しねしていきたいなと思いますそれでは早速ですけどもワクチン接種によって開国をしている国々のですね動向を見てまいりましょうだいぶ 国の数が増えてままいりましたワクチンによって制限がなくなる国が僕が、ね、ウォッチさせてもらっている国の数でいうと、まあ、64カ国ありましたね。えー、ともうすでにワクチンをもう打っていなくてもですね未接種の渡航,者で渡航者も含めた制限がもう全くなくなった国もそれなりの数が出てまいりました25カ国。も足すとね100近くに迫るような勢いで今ですね渡航緩和が世界的に進んでいるというわけですけどもワクチン接種によって で制限をなくししたた国がこのの5月頭の時点で一気に増えましたねアジア圏からはあタイランドあとはマレーシアそしてシンガポールがこちら追加されました、えー、太陽州に目を移すとオーストラリアがこれ4月の中頃に陰性証明が 撤廃になりましたから、あのそれによってですね、ワクチン接種のみが条件に今残っているということかと思います。中東エリアに関してもそれなりにね、まあ、レバノンだとかオマンだとかあとドバイだとかね含めてあの元々ですね。 ええと、あったわけですけども、ここに uae が加わったということになります。えー、そのうそしてさらにですね。アフリカなんかもエチオピアがえー、これね。追加になっています。し、えっ、ー、と欧州圏からはですね。この辺りの国々が引き続きえっ、ー、と、えー、ワクチン接種下において。 そうですね。渡航制限がもう解かれているというね見方で、えー、よろしいかと思います。非常に多くの国がですねここにエントリーを、えー、されております。えっ、ー、と最近はあれかアゼルバイジャンだとかがここにエントリーされましたね。あとはカリブ海のエリアも一気にこれね国が開いているというような感じです。もともとねこれ制限ありということであのほとんどの国が 陰性証明を前提にした渡航でしたからあの、渡航ルールが敷かれていましたから、これが一気に解除されたという、ね、見方ができるかと思います、まあ。リベンジトラベルですかね、こちらが一気にカリブ海エリアもあの、まあ、出迎えているというようなことかと思いますね。そして中南米エリアも、えー、だいぶここ追加されてますね、ブラジル、スリナム、パラグアイだとかが一気にです、ね、制限がなくなりました。 まあこんな感じで制限撤廃が行われているということですけどもここえっと4月の末というかねまあ5月の頭に向けて一気にですねあの各メディアからの報道が立て続けに行われたという感じですよねまだあの政府からの一時情報が出てる国とそうでない国がまあ今この時点ではね織り交ざってはいるんですけども報道上は先行してこういったですね渡航レギュレーションがアップデートされているという感じでまあタイランドについてはですねテストゴー がもう5月1日からは撤廃というね、こういった言い回しになろうかと思いますけども、PCR 検査が入国時に、本来ですね、到着をした後に求められていましたけども、こちらがなくなったということであったりですとか、あとマレーシアもね、出てますよね、ジェトローさんあたりが、 この辺り、早く、ね、キャッチアップをしてくれておりますけども、あの入国手続きさらに緩和ということで、ワクチン接種者であれば、隔離も陰性証明も問わないというね、こういった内容がすでに報じられているということでよろしいかと思います。あとはシンガポールだとかもそれに倣ってです、ね、ほぼ同じようなレギュレーションになりますね。まあ、ただあの、全く制限がないとは言っても、ですね事前に健康状態の入力であったりだとか、一部ね、あの渡航ルートの,あの申請だとかは、あの一部しなければなりませんので。 マレーシアだと何でしたっけマイセジャテラとかでしたっけ、えーとね、そういったものが必要なろうかと思います。まあタイランドもあのタイランドパスなんかはまだ入力自体は残っていますのでこの辺りの準備はぜひお気をつけになってみてください。 ね、この辺りは、あのー、我らがフィリピンだとかね、まあ、インドネシア、ベトナムだとかもですね、ぜひ、この辺りの緩和に続いてね、行ってくれることを願うばかりですけども、えっと、今回はですね、まだ一部制限は残っている国も、まだね、それなりにある、えー、ということなんですけども、この中でも、もともとビザ制限を設けていた国が、あのー、とりあえずね、 ノービザ、ビザ免除措置だとか、観光目的での入国を認めているような国々もどんどん出てきていますから、ちょっとね、これ、ここ1ヶ月で動きがあった、あの、代表的なところをご紹介なんですけど、ミャンマーが、えっ、ー、と、渡航者の受け入れを、ここ1ヶ月で始めました。そして、香港に関しては、 5月の1日からでしたっけ、入居がですね、許可されるということで、これ、ノービザでの渡航ができるというね、こんな理解でよろしいかと思いますま。唯一ね、この一部制限っていう中で、ほとんどの国があれなんですよね、陰性証明を求める点が、ほとんどね、条件として残っているというような感じですけども、 香港に関してはいまだにあれじゃないですかねあの 隔離が求められていると、ちょっと詳細を見てみましょうか、そうですね7日間の隔離と、あわせて陰性証明ということですので、ワクチン接種者に対しても隔離要件は引き続き課されていく、それなりに厳しい状況なルールがですね継続している香港という言えるのかもしれません、それでもね中国本土だとかと比べると、だいぶ開国は進んできているとね、エリア的に見ると、そんな感じかなというところですよね。そして えっと、太陽州からはニュージーランドがですねえこのたび、開国ということで5月の2日になりますでしょうかね、ちょっと詳細情報をあの見ていくとこんな感じあそうですね5月の2日からワクチン接種者を対象にして陰性証明が全あの必要にはなりますけどねえこちらを取り付けた上であで開国をしていくということでようやくこれ長かったですよねイントあのニュージーランドね。うん はいえ、そんな感じで開国が進んでいるということです。あと、eu に関してもついにですね。ビザ制限を課している国がなくなりました。あの、最後ね。ポルトガルが残っていたんですけど、まあ、ビザ制限というとちょっと語弊があるのかな？日本政府が発。 こうしたワクチン接種証明書を最終的に認めていなかった国として唯一ポルトガルが EU の中で残っていましたけどもこの度ですねえこちらについても渡航制限が解除の運びになりましたのでここはね大きな前進かと思いますねこれ入国可能になりました陰性証明もあのが求められるのかなギリギリなんでかというと日本政府発行のワクチンパスポート引き続き認められないということではあるんですけども 日本からの渡航者の受け入れは陰性証明を前提にして、ですね一応、受け入れが可能に、この度4月の末にですね変更になりましたので、これをもって EU 圏はすべての国で自由な渡航が、あのまあ、一部条件が、ね、課せられますけども、まあ、できるというエリアとして見てよろしいかと思います。 はいそんな感じなんですけども次のお話に行きましょうか開国がですね、まあ、進む世界各国の中でも気になるところがですね、えー、正気の沙汰ではありませんというね未だ,も未だあにビザ制限継続をしているという国が。 これね、まあ、アジア圏、特に集結してるんですよね。中国ですとか、日本もこの中に今入っているとね、こういう見方になろうかと思います。注目をすべきなのはこのあたりですね。中国、まあ、マカオも含みます。あと、台湾だとか、韓国、ラオス、ブルネイ、東ティモールだとか、まあ、一部ね、他のエリアは、まあ、太陽州が、まあ、一部ね、ちょっと、あの、島国が残りますけども、他はですね、基本的にもないんですよね。ビザ制限を課しているエリアを僕が確認した限りで ですとあの他の国々はですねもうほぼ撤廃されているというような格好かと思いますはいということでここでですね注目をしていきたいのが中国の動きになるんですけどもえっ、ー、とこちらですねえっ、ー、と今ね上海を中心にしたロックダウン措置というのがいん 今もう続いてるんですよね日経新聞の記事タイトルを抜粋をしていますけども4月もですね1ヶ月過ぎましたけども上海のコロナ封鎖がまだまだねあの続いてる地域があるということになりますこれによって中国大型連休ありますけども旅客がですね8割減ということで、まあ、非常に、ね、大変なことになってるとそしてあのなんだ中国といえばねあの部品 工場であったり、まあ、スマホの部品ですとかあとまあ自動車の工場だとか、ね、いろんなあの工業製品が作られていますからその辺りの出荷もまあだいぶね、まあ、出遅れているんだということでアマゾンだとかねにも影響が出ているということですよね。えー、トヨタだだとかああなんだ 中国で生産をしている自動車メーカーあとはまあスマホメーカーだとかね軒、はい、並み影響が出ているという中国なんですけども実はですねこんな中でも入国制限を少しずつね緩和させていこうじゃないかという動きが実は中国生じていることということを皆さんご存知 ででしたでしたょうかこれ4月中頃の動きなんですけどねあの中国、えー、国外の渡航者の隔離措置を短縮していくということでゼロコロナ政策を緩和していくものとね、まあ、一部は見えているわけですけども、えー、こんな感じですね厳格なゼロコロナ政策を堅持する中国で国外からの渡航者に対する隔離措置を現在の14日間から長いですよねこれね14日間から4日間短縮して、まあ、結果10日間に 短縮をしてみるとね、まあそれでも長いような気がしますけども、これを試験的に措置を開始しているというのが4月の中頃の動きでした。ゼロコロナ政策の緩和につながるのかが注目をされている昨今ということでね、この状況続いているかと思います。で、これの対象エリアが中国全土でやってるわけではなくて、一応報道を見る限りですと、えっと、8つの都市、 であのこれが緩和がね試験的に行われているということなんですけど、えー、こちらのですね八つの都市があのこっなえー、っとで他のちょっと報道にありましたけどもアモイ、えー、アモイ市であったりあと大連だとかセイと、えー、チンタオチンタオ割れですねサ 東ですかかねのをあととは蘇州だとかネイハえこの辺りに加えまして上海だとか広州もこれ記載があったんですけどねこの8つの都市で開始するということでねあったんですけど見た感じですとまあ上海だとか広州あたりはちょっとねそれどころじゃないということであのローカルでの規制がまああの引き続きまあ今強まっていますから 完全に解除されていない中で、こういった、ね、外国人に対する緩和措置があの現地で行われているのかどうかは、ちょっと、ね、なかなかの情報が追いづらいと、まだ、ね、始まってないんじゃないかなと思います、このエリアによってですね。うん、ということで、えーと、とりあえずですね、中国政府についても、あの世界各国を見るとも、 あからさまに、えー、こちらね、もう中国だけが残っちゃってると、えー、言っても、ね、過言ではないかと思います、えー、これに対して少しずつですねあの制限緩和を検討していくというスタンスはあるんだけども、まあ、なかなかですねあの国民からの支持がそれで受け入れられるのかについては、まあ、強いロックダウン措置をですね今もあのかあの一部で、ね、課しているということになりますから、まあ、ここのせ、ね、めぎ合いになるんじゃなかろうかなというところですよね。まあ一応ね と記事の一部を見る限りですと、まあ、このゼロコロナ政策の見直しが検討されているのではないかというね期待の声が あの、4月の中頃の時点で上がっていたわけですから、まあこの水際対策のルール緩和がこのままね。進んでいくのかどうかについては、引き続き皆さんと一緒にウォッチをしていきたいなということですね。そして、あの正気の沙汰ではないという国がですね。ま、日本も相当にヤバいんですよね。で、こちらについては、あの皆さんに詳細をね。直近の動画でご報告をさせてもらいました。5月に有識者会議をまあようやくですね。日本政府も設置をして、エビデンスに基づいてね。あの今後の。 対策について方向性を出していく提言をしていくというですねこの機能が、まあ、政府配下の有識者会議が設置されるという運びになりましたから、まあ、この、ね、提言を踏まえるとなるとどうなんですかね6月ですとか7月ですとかにビザ制限の緩和が期待されるのかどうかねこのあたり気になりますけども未だにあの日本政府からの明確なロードマップ の提示はありませんから、まあ、世界各国から見たらですね、まあ、日本も相当にやばいという状況がもうこのね世界マップを見ると一目瞭然かと思いますまあこうあえて書くんであれば、ね、もうここに日本ということが、まあ、入ってきちゃうんじゃないかなといったところですよね。 はい。ということで、えっとこ、そうですね。日本の水際対策に関しては、直近の動画でね、解説をしているので、こちら、あの、概要欄にリンクを貼らせてもらいます。ぜひ、まだの方はご覧になってみてください。それでは、最後のお話、参りましょう。米国の渡航ルールの一部に更新がかかりましたよということで、こちらもですね、ちょっとマップを見ていきますけども、えっと、米国についてはですね、 一部制限が残っていいいいるととううううねこういう位置づけになろうかと思いま,すまあそれなりにあの自由な渡航ができるようにはなりつつありますけどもまだですね1渡航の1日前に陰性証明をね出さねばならあの取らねばならないというこちらがあの飛行機に乗る前のチェックインの要件になっていますからあのこちらについてはあの引き続きね制限がかかっているという見方でよろしいかと思いますで北米エリアで、えー、という意味で同じだとしてもですねエリア的には近いんですけど でもカナダについてはあのワクチン接種証明のみをあの求めるということで,ですね他の要件についてはもうあの全体的には緩和がなされております、まあ、ワクチンさえ接種しておけばです、ね、陰性証明もいらないという措置で続いていますけども米国とはです、ね、ちょっとそこの、まあ、温度差がまだあるというところかと思いますねでそんな米国なんですけどもあのここ1ヶ月で変更になったルールがこちらですよね4月のの18日のフ,ラえフロリダの 地方裁判所の判決によってこちらがあのアップデートされましたね、マスク着用義務があ撤廃になると求められなくなるということになりますから、まあ、これ、任意で、えー、マスクはするということでよろしいかと思います。米国の CDC からもあの推奨という言い回しに変わりましたので、えー、義務強制ということでは、えー、なくなるようですね。なのので米国内の 国内線に限って言えば、だいぶあの、景色がね、変わってくるんじゃないかなと思います。マスク着用を、まあ、されない方がね、良くも悪くもという意味ですけども、 増えてくるんじゃないか。この変化がですね、ここ1ヶ月で起こった出来事かと思われますね。まあ、ただ注意点が、あの国際線に乗る場合はですね、あの米国から他の国へ行くときは、その国ごとにまたルールが違いますのでね、必ずしも着用義務が完全に国際線も全部含めて撤廃になっているとは言えませんので、その点は特に注意が必要かと思います。でこのあたりについても過去動画で語っていますので、また概要欄に、ね、リンクを貼らせてもらいます。 えー、そして、米国といえばですねそう渡航要件がまだ陰性証明残り続けるということですけどもちょっとね、1点、えー、気になる動きがここ1ヶ月でありました木下グループさんの,、ね、あの格安 PCR 検査を使って米国に飛ばれるという方が、まあ、それなりの数いらっしゃると思いますけどあのこのです、ね、木下グループの陰性証明のフォーマット解約があったんですよね、ここ1ヶ月で。でこれがが時時刻表記皆さんのの検体採取の時間が 掲載されなくなりましたので、日付だけになりましたので、これによってですね、チェックインで断られるような事態が発生しないのかどうか、これがね、非常にあの皆さんね、心配されるかと思いますけど、こちらについては現場からの情報がもうたくさん入っておりますので、こちらをね、ご報告をして、いかにしてリスクを低くしていくのか、ぜひですね、こちらの動画も直近で皆さんにアップさせてもらいましたので、ご覧になってくださればと思います。 はいそれでですね、米国のそうこの陰性証明が撤廃されるタイミングについて、これも気になるところですね、これの最新動向について、皆さんにご報告をさせてもらいました。これはあの先日のニュースライブの中で、デルタ航空の社長のコメントですね、こちらをピックアップして、皆さんにお伝えをしております。うまくいけば 数週間でこのテストがね、渡航前のテストが廃止できるんじゃないか、されるんじゃないかというですね、デルタ航空代表、社長のですねコメント、多分これ、米国 CDC だとか、それなりのポジションの方とのやり取りの中で、こういったね傾向があるという,うな裏情報が出ておりますので、このあたりもあのメディア報道からねピックアップをして、皆さんに解説をさせてもらっています。ぜひご参考になってみてください。 はい、えー、ということで本日は、えー、入国再開が激増するこの2022年5月の世界各国渡航ルールを皆さんと、えー、理解をね、えー、させてもらいました。で何名からかにですねあのー、いくつかの方にこのご要望をいただいたんですよね。僕の方でおまとめをした こちらのスプレッドシートなんですけども、これね、ダウンロードして個別に見たいよという方があの少なからずいらっしゃいましたので、えー、とこちら特別にですね、あの共有 URL をこの概要欄に記載をさせてもらいます。えー、ですので、これ見たいよという方はね、ご自身のラップトップだとか、 あのまあ、スマホとかで、ね、ご覧になってみてみくださいでこれお約束なんですけども渡航をね実際皆さんがされる際には是非ご自身で各国の政府からの情報であったりですとかあと日本の外務省なんかもこの辺りの各国の渡航ルールをねなるべくキャッチアップして 掲載してくれてますのでそのあたりの一時情報にま近い情報ですよねえ、できれば各国政府の情報が一番いいんですけどもこちらを皆さん自身でチェックをするということで頑張ってみてくださいでどうしてもねわからない点があれば必要に応じてブッキングをしているエアラインねえ、航空会社に皆さん自身で問い合わせをしてみるということで各自ねえ、そちらの確認を自ら行うということをえ、やってみてくださいまあ、僕のこちらのスプレッドシートもね一部間違ってたりする場合もあるかと思いますので でぜひその前提でご活用してもらえればと思いますそれでは今日の動画が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次回お会いしましょう大好きでした